スマートフォンのアプリ決済やクレジットカードで納税できるキャッシュレス納付を推進しようと、埼玉りそな銀行は体験を通じて利便性を体感してもらうキャンペーンを展開しています。埼玉りそな銀行は埼玉市内10の支店で特設コーナーをあさってまで設置し、キャッシュレス納付の利便性を県と浦和税務署とともに PR します。キャンペーン初日の今日は大野知事が県庁支店を訪れ、担当者の説明を受けながらクレジットカードを使って自動車税を納付しました。これまではコンビニ決済であったり、あるいはその銀行に来て決済をしていただくということで待ち時間があったりしました。で、確かに初めての納付方法だから変わるので多少戸惑いはありましたけれども、これやっぱり一度やってみると次はもっと簡単だと思うので、これから毎年キャッシュレスでの納税を進めたいと思っています。自動車税の納付期限は今月31日までで、埼玉りそな銀行はキャッシュレス納付を周知していきたいとしています。いろんな働き方、いろんな生活スタイルの中で、その中でも金融サービスというものが常にこう使えるようにしていくというのは我々の使命だと思いますし、本当にこの便利さといいますか、そういうものを PR していく、これも一つ我々の責任だと思います。